教える団。次が最後のプログラムになりますね、はい、早速いきましょう。紹介お願いします。では、本日最後をね、語ってくださるのは杉さんです。はい、杉さんの後ろは杉さんの後ろはさっき萌香ちゃん、飲み方を確認した何城でしたっけ。お師匠ですね。そうですね、あの、忍び城今日ね、最初の仙台城はちょっとあれだけど、あのそれ以外の3つの城はみんな1590年でつながってるっていう。おお、全部北条型じゃないですか。そう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 そあ、お配りしていいですか。ありがとうございます。夏美か、はい、夏美かあれ、あのすいません、お振る舞いで出させていただきます。お振る舞いです。皆さん、あらー、ありがとうございます。夏美かお待ちしましょうか。あらー、やだ、すごい、あらー、素敵なの出てきた。召し上がりください。夏美かがボロッと来るかと思えばそうじゃなかった。待ってもらえるのかなと思ったら、美味しそう、嬉しい。随分おしゃれな感じ。おしゃれな感じになりましたね。あれ、これ小林さんメニュー出てるんですか。これ小林さんメニューであるんですか。これ今開発中です。今開発中です。いただけるとは。ありがとうございます。すいません、ぜひ写真撮って SNS でね、頑張ってあげてもいいやつですか。あげてもいいやつですか。さあ、準備できました。はい、大丈夫です。ありがとうございます。完全に事務所みたいな感じになってる。完成が早い。あ、それですね。じゃあ早速、じゃあ杉さん大丈夫ですか。お願いいたします。お願いいたします。はい、ではちょっとマイク持たせていただいて、失礼させていただきます。あの、ちょっと皆さんおくつろぎのところ申し訳ございませんが、最後に私、難攻不落の推しの浮き城ということで、推し城、こちらご説明させていただきます。で、これはですね、ちょっと今年かな、雪降った時のやつなんですけど、毎年城田はまあ、暑いところでもありますけれども、雪がまあ必ず1回は降るところで、お昼休みに抜け出して、撮ったやつです。ですので、すごくいい感じになってますけれども、実際にこのお城は昭和63年に建てられたということで、ブラタモリで一昨日ですかね、紹介されたところではあるんですけれども、これはただの博物館で、実際のものではございません。実際ここにはなかったと言われています。本番の後はちょっと後で説明させていただきますが、今はちょっとこういった観光のような形で、お城ということですね。埼玉はこういったちゃんとしたお城というのは川越城と、まあ、推城ぐらいでして、岩槻城もほとんど行こうとして残ってないので、
観光としては、お城と言われるものとしては、この忍城、行田の、これがイメージ的に、合っているものじゃないかと思われます。はい。ちょっとこれ雪の時ですね。桜の時のやつは、ね、城高さんに一回、多分ここに展示していただいたこともあるかと思いますけれども、桜の時期もすごく綺麗になってます。はい。次いきますね。私のまずご説明からさせていただきますが、小学生の時からですね、お城と真田幸村のファンをずっとやっております。まあそういったオリジナルで作っていただいたりとか、こういったのもありまして、約40年ぐらい、真田さんのファンをしております。で、地元ですね、埼玉県鴻巣市なんですが、こちらのフラワーラジオという地元の、コミュニティ FM がありまして、4週目ですね、毎月4週目の準レギュラーとして、2時から、30分ですね、歴史爆発ヒストリックボンバーという番組があるんですけれども、メインの方がですね、アーティストさんの谷助さんという、山あり谷ありの谷に紹介の会と書いて谷助さんという方の、シンガーソングライターの方がですね、歴史の、教員の免許を持っているということで、歴史の番組と、あとアコースティックボンバーという2つの番組を持っているんですが、ちょっと、飽きてきたと言いますか、ちょっと空いてたのでやりませんかということで、ちょっとコロナ禍の時に声をかけていただいて、今、週がですね、毎週ごとにレギュラー変わってるんですけれども、4週目が一応歴史の週ということで、2時からですね、だいたいお城の話30分させていただいておりまして、再放送は土曜日の朝7時からやっております。アプリとかでも、コーノスラワーラジオ、落とせますので、もし、ご興味のある方は、聞いていただけるとありがたいです。で、あとは、日本旅客検定ですね。まあ、これも何年か前に取ったやつですけど、1級と、あと今やってないんですけど、お城エキスポ検定のゴールドも一応持ってます。あと、こういった、ファセットさんのペーパークラフトですね。これ僕は2回目に作ったんで、かなり下手くそなやつなんで、本当にレアなやつなんですけど、今はもうちょっとうまく作れます。で、お資料はこれ含めて3回ぐらい作りました。あと、東浦和の十万石のお店と、レイクタウンのお店にも残ってればありますので、もし行かれた方はケースの中見られたらあるかもわかりません。で、そのお城大体50ぐらい多分超えて作ってます。で、某うますぎるまんじゅう屋で、私勤務しております。はい。こちら現役です。はい。では、ご説明させていただきます。お市場についてということで、県指定旧跡、俗日本百名城ということで、まあ、百名城、俗日本百名城ですね、スタンプの押していただけるところになります。で、所在地は埼玉県行田市、かなり、北の方です。もう利根川を渡っちゃうと群馬というようなところで、隣町が熊谷という、暑いところですので、行田もめちゃめちゃ暑いです。今日もありえないぐらいの暑さです。はい、そういったところにございまして、主な遺構としては本丸の西側に築かれた土塁の一部が若干残ってます。この建物が残っているところはですね、昔は野球場だったそうです。でその時にかなり削っちゃって、戦国時代の遺構とかはもう完全になくなっちゃってるそうです。もう行田人がアホかっていうぐらいなんですけれども、その時に昭和63年にちょっとこういった整備して、今の、お市場になっているわけなんですが、土塁の一部がですね、若干残っています。それは本物です。であと、外堀であった大沼跡ってあるんですけれども、それが今水上公園ということで、憩いの池みたいな感じになってまして、なってます。で、そこのところにも、弊社のお店もございます。水上公園店というのはあるところです。で、具体としましては、野望の城という映画になりました。小説と映画館になってます。野村萬斎さんが、成田長近をやっていまして、豪華な俳優陣と、作り上げた野望の城、12年ぐらい経ちますかね。野望の城というお城が、小説と映画館になりました。そして、もう5、6年前なんですが、陸王という TBS さんの日曜日のドラマがありまして、池井戸潤さんの小説、テレビドラマ化して、
利口というのがあります。こういった舞台に、お市場になってます。だから、役所広司さんもこの前でね、利口を履きながら走ってたっていうのはあります。はい、次行きますね。これはお市場の桜の時の写真ですね。かなり綺麗です。めちゃめちゃ綺麗でした。この時の天気良かったので、すごく、秋晴れというか春ですね。春の時に生えてまして、門とかに関してですね、もう本当に、角度的にすごくこの角度が綺麗に見えるところなんですけれども、見れます。こういった感じで、春の風景はこんな感じです。御三階櫓になってますけれども、まあ天守として、1615年の、武家諸法度以来、天守と呼べない感じで、幕府に遠慮して御三階櫓ということで、作ったんですけれども、実際の場所は、2箇所ありまして、もっと北の方とですね、南の方と2箇所に三階櫓があったそうです。で、これを、まあ、本丸のシンボルとして、昭和63年に作っております。はい。説明としまして、次ですね。成田さんがですね、成田市というのが、今の熊谷にある、成田という地名があるんですけれども、そこらの豪族だということで、成田市が15世紀に築城、または、改修したということです。まあ、諸説あります、これは。はい。で、あとは戦国時代には、難攻不落の城として、上杉さんやですね、北条さんの侵攻を何度も退けたということで、一番有名なのはこの信王の城の時ですね。天正18年、1590年の小田原平定の際に、石田三成率いる2万3000の軍勢に水攻めされたんだが、まあ、小田原が開城するまで持ちこたえて浮き城ということで、落ちない城ということで、受験生に人気がある、お城となってます。で、未だに、こちらにですね、お土産屋さんには、落ちない城ということで、お守りも売ってます。私もそれを持って、城郭検定とか、備えて持って行って受かりました。で、あとは、徳川家康さんが関東入りすると、家康の四男である松平忠義さん、こちらが、10万石で入ってます。これ、赤文字です。これキーワードになってます。ここですね。ここ重要です。アンダーラインで。テスト出ますから、ここ覚えておいてください。はい。で、その後はですね、普段の有力大名とかがですね、入ってまして、知恵出雲城主だったと、松平伊豆の神、信綱さん、ん松平、あれですね、なんだっけ、島原の乱を治めた、まあ、川越藩主、この後川越藩主になるんですけど、知恵出雲、はい、松平さんも城主である。で、こちらから川越の方に行かれたということで。で、まあ、その後、島原の乱を鎮めて、ということで、知恵が泉のように湧き出てくるということで、伊豆の神と泉を混ぜて、伊豆の神ということになってます。まあ、城主でありました。はい。で、沼の要塞ということになっているんですけれども、本当にこれを見ていただくとわかるんですが、本当に沼地です。基本的に、城主の方は二の丸に住んでたそうです。本丸はですね、ああいった鬱蒼とした、森になってたそうで、あそこには本当に何も住んでなくて森だったということです。で、今の二の丸になっているところが、まあ、藩主の館になっているところなんですけれども、まあ、あそこがなってまして、こういった感じで、本当に島のようなところです。島に橋を渡して、お城となっているということになります。今はもう完全に、市街になっても、もう街中になってまして、二の丸のところが今中学校とか、本丸ですね。今残ってるのは多分ね、この辺りの土塁が残ってるんじゃないかなと思います。今本丸のところはその先ほどの、郷土博物館になってまして、あと、ここかな？こっちがですね、スワグルワというところなんですけれども、この辺り、この前、タモリさんが歩いたんです。こういうところ、ここが空いてるって言ってたのは、その辺りでなりまして、水堀がですね、今残ってるのが、この辺りと、あと、こっちですね。
左下の方が今公園になってます。右上の、スワグルマのあたりがですね、今若干薄落とした闇で東照宮ってなってまして、道挟んだ向かいのスワグルマですね。ここが東照宮で今神社になってます。なんか土塁がちょっと高くなってるねってこの前ブラタモリで言ってましたけれども、それがそこですね。で、その先のところに行ってもらうと、金付き堂さんというところで、フライっていう、魚田の、ちょっとした、おやつって言いますか、そういったのが食べれるところがあります。そこに金付きって言いますか、本丸のところに、ありました金の、本当にお堂みたいなのが残ってまして、金付き堂というフライ屋さんがありますので、まあ有名なところですね、もし行田に来られる方はそこを覚えておいていただいて、そこの前のなんか川みたいになっているところが堀の跡だったんだよと思っていただけましたら、そこは唯一残っているところになります。あとはもう本当に残ってないです。残ってるとしたら、この辺りとかですかね。まあ本当に市街化近してるんですけれども、なんかそういった遺構といいますか、道がそんな感じになってますので、実際に行ってみると、あれっていうとこがあります。はい。で、縄張りっていうのがですね、お城を築く際の設計プランっていうのが、基本的に縄張りなんですけれども、先ほど見ていただいたように、ほとんど湿地帯を利用した平城、豊かな水源に囲まれてます。こんな感じです。本当に、もう周りが沼に囲まれてまして、完全に湿地帯です。昭和の30年代ぐらいに大雨が降ったらしいんですけど、本当に沼地って言いますか、本当にこのような感じに街中がいっぱいになっちゃったって聞いてます。はい。本当に町に島が点在するという地形になってまして、沼は埋め立てずに天然の水堀として、島は独立した郭として、橋を渡す形で城を築いております。で、先ほどの中枢部ですね、この真ん中の本丸と、諏訪郭っていうのが、先ほどのこっちですね。こっちの右側の諏訪郭は、二の丸が定格式って言いますか、こうぐるっとこう、L 字型にこう囲んでいるような感じになってまして、抱え込んで、その周囲にこう三の丸というのが、ありました。で、御三階櫓は、これです。ここ。これ本物です。今、水上公園のここに、道がこんな感じであるんですけれども、今ここが水上公園になってます。公園の、この誰も来ないようなところに、二の丸、御三階櫓の跡っていう石碑みたいなのがちょっと立ってます。それと、なんかこっちの方にも確かあったと思うんですね。二つぐらいあったと思います。まあ、ここのやつを、本丸の方に持ってったというイメージで、いていただければと思います。で、次行きますね。で、石田堤と丸墓山古墳ということで、その1590年、信雄の城の時にですね、石田三成さんがですね、この忍城に、秀吉さんの命で攻めてまいります。で、その時に、秀吉さんの命で、水攻めにしろということで、堤防を築いたのが、この石田堤と言われております。で、その時に、本陣にしたのがこの右側の丸墓山古墳、ブラタモリの時もちょっと出てきましたけれども、これはちょうどその雪降った時に、行った時に、ちょっと春先に降ったんで、この桜と雪のちょっとコントラストと言いますか、本当におまんじゅうみたいな感じなんですけども、東日本最大の円墳と言われるこの丸墓山古墳に、本陣を置いて、ここから実際に忍城見えます。で、そこを本陣として、ここの前の、これ。この道も、石田堤の一部だと言われております。はい。他よりもちょっと高くなってるんですけどね。皆さん気づかずに普通に歩かれてるんですけれども、これも石田堤の一部だと言われております。はい。そして、攻めてきたのが、私です。実は、私、鴻巣の、10周年かな。なんかちょっとね、平成の大合併で10周年ありまして、中山道で、更新した時は、ありました。で、その時に、三成をさせていただきました。
本当に7、8年前くらいの話なんですけれども、応募したきっかけは、なんていうんですかね、石田三成さんって、次男が、弘前の、ところにですね、かくまわれてですね、その時に次男坊を杉山玄吾という名前に変えたということで、もしかしたら自分、そこから、伊勢の方に行ったりとか、まあ、静岡、今、杉山っていう名前を結構多いんですけれども、そういった一部がいて、自分その人じゃないか、みたいなんで応募したら受かっちゃいました。で、させていただいております。で、右側は、成田君です。一緒にいるのはおかしいんですけれども、はい、成田軍ということで、まあ、右は海姫様と、泉の神様。で、左側は信夫様と、この時は、今はね、坂巻幸恵さんやってるんですけど、蓮さんっていうのが、今、石田型の、資格として、出ておりました。この時はですね、ちょっとね、水攻めみたいな感じで、この次の日が、都市城の時代祭りだったんですけど、その時はすんげえ晴れてたんですけど、この時は雨でした。なんでやねんっていう感じでしたんですけど、この時に、左側の信夫さんですね、野原信夫さんと言いますけれども、信夫さんとは、これ以来はもう本当に顔見知りというような感じで、親しくさせていただいておりまして、本当に顔見知りの感じで、させていただいております。こういった、石田三成と成田君ですね。はい。で、信夫の城の映画を、この中で見たことある、見たことない方いらっしゃいます。見たことない方でご説明させていただきますと、豊臣軍に喧嘩を打ったデグノボウがいたというのが、売りになってまして、2万人対500人という、本当にありえない数字です。2万人はもちろん、豊臣軍。で、500人というのが成田軍ですね。まあ、実際は、農民の方たちとか、そのあたりもお城の方に囲んで、かくまってですね、3000人ぐらいだったんじゃないかと言われております。で、秀吉がですね、この城を敵に回したが間違えたという感じで、秀吉さん天下統一が目前だったんですけど、唯一落とせない城がありました。先ほどの山中城とかは本当に申し訳ないんですが、半日ぐらいで落とされたというのもありましたが、市城は実際小田原城が降参しても、残ってました。ですので、落とせない城があったということで、天下統一目前の秀吉さんが唯一残された敵は北条勢だったんですが、忍城がそれで落とせなかったということで、周囲を湖に囲まれた浮城の夢を持つ忍城もその一つで、不思議な人柄から農民たちから、信夫様と、まあ、デクノボウの意味で呼ばれる成田長親さんが、お城を治めることになりました。成田宇治長さんという方がですね、城主だったんですけれども、その方が、小田原の本城の方に行ってしまいまして、実は、豊臣方と通じてても、降参するんだ、ということになってたんですけれども、で、城代をですね、宇治長さんのお父さんの弟である、安江さん、成田安江さんというおじいちゃんがいたんですが、その方に、頼んで、自分は、小田原に行っちゃいます。だけど、そのおじいちゃんの、安江さんも病気で亡くなっちゃいまして、結局、その息子の長近さんがですね、城を治めることになりました。で、それに対し、秀吉さんから2万の兵を預かった石田三成さんが忍城に攻めてる。でも、忍城にはたった500人しかいない。で、じゃあその2万人の軍勢を、じゃあどう対応するのかと。絶対絶命なんですけど、果たして勝利はどうなるのかっていう、お話でした。そういった感じになってます。はい。ちょっとはね、何なんだっていう感じになっていくんですけども、まあ、結局、先ほど石田堤とかありましたけど、水攻めをして、するんですけれども、まあ、やはり無理に使ったりとか、この後ですね、もう降参だっていうことで、長近さんがですね、船に乗って、石田杖の見えるところで、もう田楽踊りをやって、踊っちゃってもう好きにしようみたいな感じでやっちゃうんですが、それを、石田方がですね、狙撃します。で、長近さん撃たれて、それで死んじゃったのかみたいになっちゃうんですけれども、まあ、一命を取り留めて、
たんですが、あの農民の方とか、いつも慕ってるの方が撃たれたんだからもうやるしかねえみたいな感じで、最後まで抵抗するということになって、結局は落とせなかったというようなお話になっています。なかなか面白いお話なんで、まあ、ぜひ見ていただかない、あの見たことない方は見ていただきたいなというところです。それでですね、ここまではお城の話なんですけど、これです。僕が言いたい一番言いたいこれです。渡辺真由、埼玉愛の証十万石まんじゅうっていう、ほとんどの埼玉県民が知っています。あのこれ知らない方はモグリだというようなお話も言うぐらいで、あのたけしさんもあの、あのうん納得みたいな感じをしてます。はい。で、このまんじゅうですね、はい、なんで十万石かといいますと、これです。やはり風が語りかけます。うまい、うますぎる十万石まんじゅう、埼玉銘菓十万石まんじゅう。これです、これです、これですね。やっぱり風が語りかけますっていう、もうこれ言ったら大体埼玉県民がうまい、うますぎるって言ってくれるんですけど、実はこのナレーションはですね、野田圭一さんというグレートマジンガーの主人公、カブトコーツなんですね。一休さんの新右衛門さんとか、声をやってた野田圭一さんという方が、まあちょっと最近のね、声優さんではないので、ピンとくる方はいらっしゃらないと思うんですが、ちょっとそういった渋い方が、されておりまして、まあ、テレビ埼玉ですね、今テレタマなんですけども、それの、創業ぐらいからずっと使っていただいているそうです。ということで、埼玉銘菓の十万石まんじゅうなんですが、これが何かと言いますと、まあ、北海道産の直炊きこしあん、つくね芋と、この新潟県産干し柿の粉を使用した醤油種で包んだおまんじゅうということで、こういった形をしています。で、なんでかっていうと、かつての行田市ですね、お師範なんですけれども、まあ、お師匠になったところでお師範なんですが、ここのですね、取れるお米が美味しかった。ということで、お師匠の、お米というか、おしまいっていうんですけれども、これを形取って、お米の形をして、小木高の十万石を焼きにとしているというところです。で、昭和20年の太平洋戦争で、日本は負けてしまいますけれども、まあ、佐藤の統制が解かれて間もなくの頃に、この旧お師範十万石の地、行田に、そのお師範自慢のお米の形をした、しっとりと白い肌のおまんじゅうが産声を上げました。で、行田名物として十万石まんじゅうと命名、敗戦から這い上がるためには本物しかないと先代が作った一品ということで、実はこの方が関わってます。で、このおっちゃん誰やねんっていう感じなんですけれども、かなり有名なおっちゃんでございます。まあ、この方はですね、版画家の宗像志功先生ということで、かなり和菓子とかですね、結構うちだけじゃなくて他のお菓子屋さんとかにも、こういった掛け紙ですね、絵を描かれたりしているそうです。ちなみに右側の通称まんじゅう姫と言ってます。うますぎる十万石まんじゅうということで、いうことなんですけれども、お師匠のお姫様がですね、生きてたっていうことで絵を描いていただいたやつなんですね。で、なんでかっていうことで、ちょっとね、ちっちゃくて見えないんですけど、すいません。読みますね。村方志功先生との出会いから行田市の名家となんでなったかというと、昭和28年に世界的な版画家だったんですね。先生なんですけれども、村方志功先生というおっちゃんなんですが、この方は進化を認められてなかったんです、まだ。で、先生と親交を深めていた行田市の厚見大道先生という書道家の先生が行田にいらっしゃいまして、その紹介により、で、いち早く先生の作品に接した若き日の、先代の横田信蔵さんという先代なんですが、先代社長がですね、早速十万石まんじゅうを小脇に抱えて、先生の元を訪ね、ぜひこのまんじゅう食べてみてくださいと差し出したと言います。で、無類の甘党だった村方志功先生がですね、あんたが作ったのかいと、一口食べて、一気に5個も召し上がりになったと。ここも食うって、どんだけ甘党やねんって感じなんですけど、そんだけ食ったって。で、6個目の饅頭に手を伸ばしながら、
うまい。行田名物にしておくにはうますぎるとおっしゃって、直ちに絵筆をお持ちになったということで、お市場のお姫様が生きていればきっと同じことを言ったに違いないということで、この絵を描いていただいたということです。今パッケージとかにもなってるんですけど、このうますぎる十万石まんじゅうということで、このまあ貝姫だと思うんですけども、お市場のお姫様を描いていただきました。でこのちっちゃい丸みたいになってるのがおまんじゅうですね、なってます。で、でそれでですね、この絵で注目していただきたいのはここですね。まんじゅうのまんって皆さん食片ですよね。食片になってるんです。これ幅ってなってるんです。なんでやん。で先生、まんじゅうのまんちゃいますって、まあちゃいますは言ってないんですけど、違いますよって言ったら、広く世界に知り渡るようにこの幅っちゅうにしたんだよって、わざとこういう風にしたんだよ言ってますというなんかお話が残っているそう。だからこの幅っていう感じでまんじゅうっていう風に、なっているそうです。食品のまんですって指摘すると、まあそういった字ってことで、このまんじゅうが全国に知り渡ることを願ってこの字にしましたということで、この十万石まんじゅうという字をお書きになったということなんですね。で、まあこれで、先代は改めて先生の温かい配慮に感動してそのまま使わせていただくことになりましたということで、今の絵が残ってます。で、私は私でなければ描けない絵を描くんで、あんたはあんたにしか作れない美味しいお菓子を作りなさいとお話しいただいて、その後も、ご生前は並々ならぬお力添えをいただいてたんですけれども、私たち十万石にとっては宗像志功先生の絵は菓子作りの原点とも言えるということで、先生の絵を使い続けることが先生とお約束した十万石にしか作れない美味しさをお客様にお届けする心の証だということに使わせていただいております。何の話って感じですけど、すいません。で、他の餃子と言いましたら揚げてないフライ、お好み焼きみたいな感じなんですけども、このフライと、ゼリーフライのお店ですね。この二つが有名です。このフライなんですけれども、本当にお好み焼きみたいな感じなんですが、もうほとんど具が入ってなかったりしてます。中に焼きそば入れて、挟み揚げ、挟み込みって言って、入れたりとかですね。その場で、店によっても作り方が違ったりしてます。揚げてないフライです。で、あと右側のもう一つゼリーフライってやつなんですけれども、まあ、おからとじゃがいもを混ぜて揚げたコロッケみたいな、本当に郷土料理になってます。まあ、昔、本当に旅工場ですね、行田は旅が有名ですので、まあ、そこに勤める、女工さんといいますか、おばちゃんたちが簡単に作れるものということで、作ったやつが元になっているそうです。で、今 B 級グルメとして、かなり有名になっていて、ゼリーフライって何やねんっていうのがあるんですけれども、この形が小判って言いますか、ゼニの形がゼニフライが、なんか生ってゼニフライがゼリーフライになったっていう話で、このゼリーフライとフライですね、これが餃子では有名な商品と郷土料理になってます。で、あとですね、餃子花手水、希望の光ライトアップイベントということで、毎月ですね、第1土曜日なんですけれども、行田市ではですね、花手水のライトアップをしております。結構花手水はあちこちで、有名になってますけれども、ライトアップするところもまあ増えてますが、毎月やってまして、ちょっとこの夏の時期はやってなくて、次9月の頭なんですけれども、行田市の御市場と、この前ブラタモリで出てきました、先玉神社と、行田八幡神社というところがあります。備後で有名な伊佐美コーポレーションさんの小はぜ屋さんの前に、八幡神社という神社があるんですけれども、そちらに、有名なところでかなり、このライトアップイベントをしています。ここら辺は、その八幡神社になっています。でこっちはお市場ですね。でお市場も季節ごとにですね、いろいろと。なんか禁煙週間であったりとか DV 週間とか
そういった時にこういった赤い紫とか緑になったりとかしてるんですけれども、この時は時間ごとにこういった感じで、変わったりして、多くの方たちで賑わったりしてますので、ぜひ、昼間ですね、古墳とか見られて石田堤とか見て、帰りにですね、夜とかはこういった、まあ今ちょっとまだ夜暑いですので、9月の頭とかだったらまだ涼しい時期です。ですので、こういった時にライトアップのイベントを見られてから、ちょっとお土産話に花を探してみてはいかがだというところでございます。まあこういったところで、すいませんが、ちょっと途中大脱線しましたけれども、お市場のお話でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、すごいですね。途中でなんかテレホンショッピングみたいな感じにそうなってます。いやー、でも、お市場、知ってました？知らないです。知ってたら漢字読めてます。そうですね、根本的にはそうですよね。いやすごいですね、お城、まあ、さっきはね漫画でしたけど今回映画で、はい、映画のお城ということですけどね、はい、僕も見に行ったことあるんですけど、これ違うんですね。そうですね、これも、まあ、同じ場所なんですけど、同じところで撮ったんですけど、時間ごとにちょっとこういった変えてまして、だからその場で行った、ライトアップ行った時は見えます。いろいろといろいろやってるんですね、こちらのイベントね、はい、かなり行田市も力入れているようで、うん、はい、あとはまあどんどん十万石のお話メインでしたけどね、ロイコちゃんこの間も買ったんだもんね。買いにも来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。十万石の方だろう、はい、この間は、次は前回は松坂城。そうですね、ちょっとね、松坂城もちょっと自分の中ではちょっと不本意な感じだったんで、まあ、ちゃんとできましたら、次ありましたら、はい、まとめます。今回どうでした？今回は、はい、楽しかったです。すごく楽しかったです。もう半分うちのね、会社のあれなんですけど、会社の PR でございます。半分半分でぜひね、この後ね、やっぱり行田ですってのは、行田だとやっぱり10万5千ですので、はい、埼玉県全体で通じるんですか？10万の方。それで通じますね、はい。埼玉の方いましたよね。10万石わかります。10万石わかります。あ、やっぱそこですね。もう埼玉のお菓子ということで。はい。後で、こちら皆さんに配らさせていただきました。毎回、杉さんのプレゼン、食べ物のインパクトが強すぎて。前回は松坂牛しか分からない。牛のイメージが強すぎて。はい。回る。そう、解説みたいな。あれちゃんとまとめます。はい、あれをまとめるんですか？まさかにまとめる。ちゃんとプレゼンで、ね、パワーポイントにまとめにますので。はい。いやでもね、お城見るだけない。そういう美味しい話もあるといいですよね。そうですね。はい。こうやってイベントもね、紹介する。何回も行きたくなりますか？はい。ぜひ、行田にお越しください。暑いところですが。もう暑いですね。はい。一応本店が、十万石の本店は行田市でございます。はい。で買えますけれども、はい、ぜひ皆さん10万石とお市場。そうですね、でまた宣伝もう一個させていただきます今年もですね、見たら10万ゴールドまんじゅうやります。10万ゴールドまんじゅう行います。ドラクエファンの方ぜひオンラインショップでも22日から一応で販売させていただきますので、まあ、店頭で行かれる方はもちろん県内ですが、オンラインでも10万ゴールドまんじゅう買えます。もちろん他の10万ゴールドのおまんじゅうとかお菓子も買えますので、私オンラインショップの担当もしてますのでぜひよろしくお願いいたします。今度十分あれ DM で杉さんに10万ゴールドまんじゅうお願いしますって言ったらやってくれるんじゃないですか？やりますよ。その10万ゴールドまんじゅうでもいっぱいあるんですね、こうやってチラシ。そうですね、商品かなりございますので、それがちょっとね、最新チラシになりまして、22日の朝刊に入るやつで、今はお店の方に配ってたり、ホームページで、見れるのがこちらの最新チラシになります。はい、完全に杉さん、業者の人も業者の人です。証拠たくましいけどプレゼンしないと。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで第3回牛城3つのお城のプレゼンが終わりました。
バレラヒルダウ。